久保さん。まあ家族がわかりやすいかもしれないですね。うん。お前出来が悪いから飯食わさないっていうね。あの、家出てけっていうのはね、国ですよね。うん。勉強できない奴は出てけみたいですね。<laughs> うん。だからまあ、国、まあどういう考え方で政治をやるかですよね。僕は政治家じゃないので、国を守る。国民を守る。まあつまり国にいる、 日本っていう国に住んでる人は全て家族だという考え方であるならば、なんですかね、どんな人でもある一定をこう、救っていかないといけない、えー、助けていかないといけないっていうのはあるでしょうけれども、これをそういう考え方ではなく、一部の人たちが潤え、潤えばいい、一部の人たちだけが潤うための仕組みを作っていくっていうような、 流れだと、まあ、きついですね。うん。でも今っていうのは、正直、国を選べるっちゃ選べるんですよね。でもその国を選べない人もいるわけですよね。だからその、住む場所もね、あの、山本太郎さんのさっき講演聞いてたんですけど、その九州でね、講演してるやつなんですけど、僕、僕なんかは地方に今、住んでるわけですよ。鹿児島でね。で、鹿児島はやっぱ物価安いですよ。 で、まあ、九州でね、山本さんが講演してるやつは、いや、確かに物価は安いと。東京に比べると賃金安いと。いや、賃金安いけども、じゃ給料高いのかと。まあ、一律千五百円の話なんですけどね、あの、あげようっていう。うん、そうじゃないよねと。で、プラス、じゃコンビニ行ったら東京も地方も変わんないでしょうと。だから結局、給料が少ない。であるならば、物価が低くても変わんないし、プラス、 そんな東京と差がないコンビニもたくさんあるしうんだからまあその仕事を選べない人はうんきついっすよね、うん、いや仕事を選べないというか何だろうなその決まった給料の中でしか働けない場合はねその決まった給料を底上げしていかないと給料で生活している人が9割9分ですからね 僕とか久保さんはもう1割の1割ぐらいの人の人ですからほとんどの人は給料もらって生活してるわけですからねうんでも僕はまあビジネスを教えてるのでまあ1割になろうと思えばなれるよとただ全員じゃないかもしれないけど全員じゃないかもしれないけどもまあなろうと思えばなれるよとうんでそれをなろうとするのかなろうとしないのかは 選択はできるよと。昔は選択はなかったですけどね。パソコンもなかったし、インターネットもなかった時は、別にどこでしょ、ね、ズームで会議っていう文化も昔はなかったわけじゃないですか。で、今は別にズームあれば会議ができるみたいなね。それはネット、テクノロジーの進化のおかげでね、どこでもできるわけじゃないですか。で、こう山本太郎さんの動画に関しても、YouTube がなかったらね、行かないと聞けないんですよ。行かないとね。でも、ここにいながら YouTube、あの、山本太郎さんの話聞けるし。うん。 だからそれを使うか使わないか、うん、で使えないんだったら、そ,のなんすか、ね、そういう人たちを選,ぶしか選んでいくっていう、だ政,治に参加政治に参加してで、しっかりと応援していく、だから山本さんが他のなんかのやじかなんか言ってる人に、どこでもいいんだよ、ボランティアしてくださいと、うん、助けてくださいと、<laughs> あなたの力が必要ですとで、僕が気に食わないんだったら他のあなたが信じるところを助けてくださいと。 うん、見た方が言ってましたよ、ね、だからその自分でそのビジネスをするお金を稼ぐっていう選択をしないんだったらそれを作ってくれる人をしっかり選んでいくっていうことは大事かなと思いますね。い、うん、ってらっしゃい。